3600枚ぐらい使ってたとして、ちょっと油断できひん感じには完全になってきましたね。はい、ドレズラを焦点させました。このスペシャルバトルは24セットで終了です。さあ、ここから頑張ります。もう揃えるしかない、もう揃えるしかないんで、っていうかもう揃います、揃えます。よっしゃ、来た。よし、これでさらに100列南部で増やすことできるんで、もう勝ったんちゃいますね、これ。目標8個ぐらいは行きたいかなと。まあまあまあ平均ですね。7個の生産、これで合計が28個になりましたね。だいぶ熱いです。てかこれで負けたらこの分の出玉取られるっていうのがものすごい嫌なんですよね。さらに発展で取りましたね。1個上乗せで合計29個で真剣勝負です。一発です。いや、だいぶ乗ってきました。勝負玉残り28個で5セット目ですね。勝負玉32個で5回目の真剣勝負です。あー、勝ってほしい。いや、だいぶ順調ですね。2個消費で残り30個で6セット目です。勝負玉36個で真剣勝負。うわー、強い。2個消費の残り34個で7セット目です。あれは6万負け一瞬で回収するね。はい、アナザーゴッドハーです。この台ノーボーナス251ゲーム、前日のやめゲーム数が、141ゲームなので、据え置きだと、392ゲームなので400のヘルゾーンだけ狙っていきます。はい、というわけで、ちょっとリプレイ引けずに結構引っ張られましたけども、297ゲームにてこの台やめて他の台探しに行きたいと思います。はい、次、アナザーゴッドハーです。別の台でノーボーナス502ゲームで、これ昨日ノーボーナスで終了してて、よいごしたと今約740ゲームっていうところなんで、800のヘルゾーンだけ見ながら打っていきたいと思います。うわー、全長来ないんで、少なくてもよいごしたはなさそうですね。はい、というわけで、当日583ゲームにて、まあ、どっかで、どっかのタイミングでリセットされていた、もしくは、余裕腰の800のヘルゾーンなかったということで、ここでやめて他の台探しに行きたいと思います。僕の勝ちですね。僕の勝ち。追加投資した？それはどうかな。通常時打ってる時間がないんですよ、僕には。うわー、これあれやな、ビンゴ
ビンゴの600先潰しとくべきやったかな。580、500ってことは30分はかかんな、天井行ったら。いやちょっと待て、ちょっと待て、よし撃とう、もう撃とう。はい、今ちょっと撃てる台全然なくて、この台も本来ならもうちょっと剣していい台待ちたいとこなんですが、まだ時間制限あって、なおかつ、まあ、時間が迫ってるんで、まあ、この台、当日もしくは、前日の宵越しの800見ながら、ちょっと引き続き打っていきたいと思います。あれ急がなあかんのちゃん、え急がなあかんのちゃん、いやまあもうでも買ったかな、えもう買ったかな、もう終わった、終わってるやろ、さすがに終わった、嘘や、え見に行っていい、行ってます、え35本とか見に込んでいいっすよ、もう。でもさ、取り切れへんかもしれんのにさ、こんなブロールせえへんよな、普通。ちょっと、当たってるやんけ、あいつ。完全にデータランプチカ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 してるやん。36個でなるべく減らしたくない、いやー、まずいやつですね。いやー、そろそろお願いします。初心とサウザーしか出てこないですね。あー、ラオウ、うわあ、上がった、14個使いましたかね、残り22個で10セット目です。22,500枚超えましたね、開店から5時間半、約5時間半でようやく3枚がプラスになりました。勝負玉残り30個で新兵勝負です。はい、残り29個で14セット目ですね。いや、強い時のケンシロウめちゃくちゃ強いんですよね。ただほんま一瞬で弱なるんでね、油断はせずに時間ギリギリまで続けられるようにね、頑張りたいですね。ここまで来たら勝負玉29個で14回目の真剣勝負です。10連敗ですか、20個切りました。うわー、これが怖いんですよね、北斗って、この負ける時のこのサクサク感が。あー、やっとか、いやー、サウザー、
うわー、やっと勝ちました。15個勝利ですね。残り14個で15セット目です。いや、本当なくなる時って30個40個あっても1回とか2回で全然サクサクっと終わるんでね、そこが怖い。今トータルが3000枚オーバーしましたね。勝負玉残り10個です。ここはお願いします。勝負玉残り9個ですね。勝負玉残り12個で16回目の真剣勝負です。残りここまで来ましたね。ここはいけましたね。10個勝利で残り2個で17セット目です。まあ、だいぶもう少なくっていうか、まあ2個になっちゃいましたけど、まあ、でもまだ安倍氏の方が248でしたかね、残ってるんで、まあ、もうこれ終わってももう1回初当たり取れる可能性はありますね。ただもう残り時間が15分くらいですか。まあでも最後まで当たり続けてくれる方が3枚数増やせるんで、終わりよりはいいですよね。残り3つですね。ラストです。あー、いけるか。はい、ついに終わっちゃいました。はい、この投資演武は17セット3217枚の獲得でした。ここで当たるかですよね。当たりはなしですね。はい、今21ゲーム271安倍氏まで回したところで、もうほぼ実戦時間がないので、ここで終了して出玉流してしまいたいと思います。回収が3490枚でした。これで800ゲーム最悪や。意味がわからんくなってきた。しまって、今何ゲームなんこれ。下手したら今ほんまに余裕腰で連続けへんかっただけなんなら1250ゲームぐらいなんですよね。今押してるももったいないんで、いや、まあまあ、じゃあ頑張ります。何を頑張るか分かんないですけど頑張ります。
呼吸系で右上がり木棚からのヘルゾーン、さすがに赤ヘルは扱い、これのジャッジメントです。いや、えらいこっちゃですよ。相当しか言いません。37本やから37本です。レイヤーク、とにかくレイヤーク、あっとそれはなし。はい、というわけで楽園の3勝目でした。これからのチャンス、うわ、中段キナナ、ちょっと種類が違う、中段キナナで153、30ゲーム、ジャッジメント、うわー、まあ、前の当たりがジャッジメント当たりなんで、まあ、ルーズストックっていうよりはまあ、チャンスね、中段キラーナと引いたやつからの挑戦やと思います。しまったんで、本日の実はこれで終了です。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ回収が352枚でした。はい、というわけで実戦終了。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでね、とりあえず前からそうですね、そうですね、僕から言っていいですか。あ、どうぞさん、どうぞ。僕は投資が、はい、意外と言って1850枚、結構いきましたね。いった、後半いった、結構いきましたね。で、回収が352枚、3枚がマイナス1498枚でした。なるほど。じゃあ僕の方言わせてもらいます。めちゃめちゃ使ってたもんな。でもいや、正直投資が2500枚いったんですよ。ただ回収が3490枚なんで、トータルがプラスの990枚ということで、すごい、ありがとうございます。形でいただきました。え、でも一撃やもんな。一撃からもう正直、まあ、昼の時点で負けた思いましたからね。これ今日はまあ厳しいなと思う。まあ、でも、うん、諦めない心、強い心がこの3400枚につながったんじゃないかなと思いますね。まあまあ今日ね、こういう結果になりましたけど、はい、まあ前回、ジロー君とリノさんやって、はいはい、まあまあ結果は見てもらった通りなんで、だから結果暫定でコウタロウ君が1位、そうですね、一応サマイの関係でっていうことですね、一勝1敗で、で僕が、3位、暫定3位ということに、はい、まずはなりました。
まあでもね、まだまだ分からんし、まあ、まだあと2戦あるんで、全然ね、2勝1敗で全員並ぶとかもありえますし、それはないね、それはないの、全員2勝1敗は絶対ない、絶対ない、いや、絶対とか言い切れへんし、物理的にないもんだって、あ、そうなんですか、ちょっと分かんない、計算できひんすけど、というわけで、はい、いいっすか、ルールなんでね、出たメダルを、回収、あ、出たメダルをいただこうかなと、ちょっとやっとこう思いました。これパッキーや、もうちょい出してくれたらな、もうちょいこれドトールのレシートや、こんなんいらんわ、レシートしょうもない、レシートしょうもないボケメダルのや、サマイの、あ、ありがとうございます、7000円、大きいですね、でかいよ、これでだって4000枚近くありますからね、せんな、考えられへんすか、ありがとうございます、もう次回収する俺どっかで、まあ、今回、初回収録してみて、まあ、お店の傾向とか、うん、なんとなくはつかめたかなと思うんですけど、そうやね、まあ、まあ、その辺もちょっとまたね、4人とも1戦目とは違う、ね、立ち回りがかなとできるんじゃないかなと、ね、はい、今後に生かしていきたいなと思います、はい、はい、というわけで、まあ、今回ね、これでいいかなってわけですが、はい、次回、3回戦、4回戦と、まあ、もちろん続いていくんで、まあ、今日の結果はどうあれ、まあ、お互いね、はい、これからも頑張っていきましょうということで、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました。